千代女像アサガオにつるべ取られて、もらい水、加賀千代女から1775年10月2日は灰燼、廃人、ゴは創風、法名は、元縁、千代、千代になどとも呼ばれる。朝顔を多く歌っていることから、出身地の旧末藤市では、市のシンボル、合併後の元、白山市では、市の花に選ばれた。白山市では、市民の栽培も盛んで、 同志が毎年開く千代女朝がお祭りで花の出来栄えが競われている。白山市中町の聖教寺に遺品などを収めたい香る感がある。科学二末人で兵具市福造や六衛の娘として生まれた。一般庶民にもかかわらず幼い頃から徘徊を足しなんでいたという。12歳の頃奉公した元吉の北方屋主人の騎士屋財門から徘徊を 学ぶための弟子となる。16歳の頃には、女流俳人として、頭角を表した。17歳の頃、諸国暗疑をしてい、千代女は俳句を夜通し言い続け、こととギス格好とて民に、蹴りという句でついに思考に才能を認められ、指導を受けた。そのことからなお一気に全国に広めることになった。結婚したか否かについては、説が分かれている。 結婚説では1720年、18歳の時、金沢の福岡坊に嫁ぐが、20歳の時、夫に種別しまとうの実家に帰ったとする。結婚に際して、渋カロカシラネドガキの初ちぎりという句を残したという、つてもあるが、しかし、渋カロカの句は、千代女の句集になく、結婚経験があるかどうかも確証はない。30歳の時、京都で中川一葉に会う、顔。 松明に学ん五十二歳には停発し、元園と合した。七十二歳の時、与さ武尊の玉も集の序文を書く。千七七五年、七十三歳で没。時世の句は、月も見て我はこの世おかしくなり、千七百世の句を残したと言われている。正岡式は、廃論書。 徘徊対応でこの句を取り上げ、もらい水という趣向や鶴瓶を取られての表現が、この上なく俗であり、人口に感謝する句ではあるが俳句とは呼ぶべきではないと、断じている。ビジュアル日本史、ヒロイン1284ページ外部リンク、千代女の里俳句館、千代女の時代千代女の年譜、坪内俊則、柿の木門道、図書岩波書店、2011年2月号。 37から39ページ。ま岡式、徘徊対応とも全同、1927年、廃書道、造反、29から30ページ。全国書士番号、4701万5970。徘徊対応、徘徊対応、世界大百科辞典、平凡社、http コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットイズスラッシュ qbtyn28%。 ありがとうございます。